皆さんこんにちは。アニョハセヨ。タイキノアです。はい、今日天気いいね。ね、すごい天気いい。はい、今日はね、家の花が枯れてしまったので近所に花を買いに行こうと思います。そうなんです。うん、で、なんかうちに花あるのすごい綺麗と言ってくれるんじゃないですか、みんな。で、今日なんかそういう花を買ったりする。なんか Vlog を撮ってみようと思って、さりげないけどよかったら最後まで見てください。見てくださいませ。はい。あとなんかすごい絵染みが綺麗になったと思いません？みんな。口。口。ね。なんかカメラを買ったんですよ。そう、カメラを買って、なんかもっと綺麗に。撮ってみようと思って、どんな風になるか楽しみ。そう、でもジンバルも買ったんだけど、ジンバルが今調子が悪くて、使えないんですよ。持ってかなきゃ。修理するか新しいものに交換してもらうからね。本当だよね。はい、こっちです。じゃあこれから買いに行きます。はい、今日はね2人ともモコモコです。って感じ。どう？綺麗に撮れてる？映画見たい？何？今足がすごい変だった。もうそろそろ着くんですよ。ホープフラワー。こんにちは。こんにちは。はい、今年もよろしくお願いします。こんにちは。今日二人で来ました。よろしくお願いします。こういう花瓶とか可愛いね。なんかどかしたいなったら言ってください。あ、全然ないです、そんな。こういう花瓶とかも売ってるんですか？売ってますよ。これ可愛くない？可愛い。かわいい。これ欲しい。燃える花瓶だね。メラメラ燃えてるよ。どうしよう、何しよう。なんかこれすごい。あ、いいねだ。すごくない？でもこれ絶対ティガが遊ぶよ。ティガが遊ぶ。かわいいけど。これだ。そう、これうちにやった時みんながティガがユリは悪いですよって言ってたやつなんだけど、これユリじゃなかったんですよ。そう、猫ちゃんユリダメだからね。そうね。テーブルの上に置く。ああ、可愛いよ。でもサボテンを、あ、でもキガがいるからダメだ。そうだね。あ、何？サボテンをどうしたの？なんかサボテンをテーブルに置くと、仕事するテーブルに置くと、いいらしいんですよ。仕事がうまくいくみたいな。そうなの？仕事をするテーブル？うちにないね。あ、じゃあみんなご飯も食べてるけど。ただのダイニングテーブル。かわいい。どんなのにする？トイレとか。こういう球根。はい。はい、すみません。なんかちょっと買ってこい。ほら、こういう木が描いたいんだよ、私は。木？でもこれ土に入ってないんだよ。あ、そっか。うちね、もうちょっと緑増やしたいんだよね。こういうのもめっちゃいい。ピンクの、ちなみにピンクのバラを寝る部屋の頭の方に置くと、恋愛がうまくいくみたいです。あ、そうなんだ。そう。僕買わないけど。いや、一緒に住んでる人たちね。あ、そうなんだ。結婚を考えてるんだったら、ピンクのバラを頭に置いて。そうなんだ。そうだったら寝るときにそのバラの愛のその気をなんか取ってなんかうまくいくらしいです。知らなかった。可愛い花いっぱいある。これすごい可愛い、不思議。変わってる。本当だ。可愛い。でもスイートピー可愛い。ちょっとこの辺でまとめてみようか。おしゃれに。はい、ありがとうございます。じゃあまずこのちっちゃいの。うん。3本ぐらい。うん。はい。うん。これ可愛くない？うん、こっちの色にした方がなんか、ちょっと白入ってるね。なんかワンちゃんの酒みたい、モフモフしてあなたの服みたいよ。あ、そっかあ、可愛い、これ可愛い。そうですね。うん、こんな感じでいく？うん。どうしよう。買う？ね、でも本当可愛いじゃん。ポーンって。そうだよね。可愛い。でも映えがすごいいいね。ね。シンプルで。うん。いいね。情熱的でも。うん、そして。じゃあ買うか。はい。あ、そうなんですか。あ、これ売り切れちゃったらしばらく入ってこないってことですね。お、結構色がとってるか。普段だったら絶対ダメだから。え？普段だったらカットだな。いやでもその時のタイミングと場所とかもありますから。みんなありがとう。じゃあ買いましょう。あとは？あ、それ可愛いかも。可愛くない？もうちょっと長いのかわいいじゃん。かわいい。あ、これかわいいね。危ないえ、でも安いかわいい。かわいい。え、これはなんていう種類ですか？フルチラリア。へー、かわいい。かわいい。これもこの子連れてこ。うん。え、これってこのお花のセットなんですか？それとも瓶だけの値段ですよね、きっと。瓶が350円。え？中がね、これが350円。こっちが600円。花瓶。ああ、じゃあ1000円もしない。ってことか。うん。うん、かわいいね。ありがとうございました。失礼します。また買いに行きます。向こうだ、こっち。ねえ、うん、それしよう。本当ここの何、オーナーさん。ご夫婦ね。うん、本当いい人たちなんですよ。うん、あったかい。言い方変かわかんないけど、いい人たちって、うん、でも本当にいい方なんですよ。温かいご夫婦で。そう。で、花屋さんの近くに肉まん屋さんがあるから、それを食べて帰ろう。うん。はい。あれでしょ、大きいとこ。肉まん。大きい肉まん。大体一回買ったことがあるから。うん。これも美味しそうだけど。普通の肉まん一つと、じゃ、はい、大きいのとキムチ、うん、とチーズ、うん、に3つにする。うん、ここにモフモフがついてんだけど。ちょっと。大丈夫。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これはスタンダードの肉。美味しい？美味しそう。ちょっとチーズいただいていいですか？うん。どう？美味しくない？うん。あ、クリーミーだね。うん。そして口大きいから。こぼしたよ。あ、そうそう。うん。嬉しい。美味しかったですか？ということで家に戻りました。そうです。じゃじゃーん。いいね。じゃあお水入れますよ。どう？うん、大人。なんでそんなすごい顔がちょっとどやってるよ。そういうの。どっちが綺麗？ノアさん。可愛い。花っていいよね。この黒い子もすごい素敵じゃない？みんな。でしょ？うん。面白いよね。比嘉さん、お願いだから噛まないで。ちょっと大きかったかね、花瓶が。そう。お、こんな感じにもできるから。これじゃあ今度ちっちゃすぎるよね。それか長さを切って。まあこっちか長さを切って。うん、じゃーん。うん。可愛いね。超可愛くない？うん。って感じじゃない？でも本当これは、うん、この子たち2人をこうやって入れたかったの。うん。可愛い。でもこれじゃないよね。この子はこれだよ。やっぱね。うん。じゃじゃーん。うん。可愛い。可愛い。この子だよ、この子は問題で。この子の主張も結構すごいんだよ、実は。うん、これを長さを整えてもうちょっとバランス。うん、おお。まとまった？まとまった。じゃーん。今日の3つ。ちょっとお願いだからティが食べないでよ。可愛いでしょう。はい、そうこんな感じで今日私たちの、うん、いつも花買うなんかそういう Vlog を撮ってみたんですけど、どうでしょうか、うん、今日も見てくれてありがとうございます。감사합니다감사합니다감사합니다 다음에 또 봐요バイ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 안녕バイバイ。